はい、皆さんこんにちは、トミーヒルフィガーです。ディズニーツムツム、今日もやっていきたいと思います。はい、今日はこちらでございます。そう、スクワーチャレンジやっていきましょう。はい、ということで、まあ普段ね見ていただけてる方はもうお気づきだと思うんですけれども、私のスコアチャレンジはとにかくせわしない。そう、今回もやっていきたいと思います。スコアチャレンジオール S ランクリアルタイムアタック、今回も開催いたします。ということで、まずスタートボタンを押してどれぐらいのボーダーになってるかぐらいはちょっとチェックしてからですね進めていきたいと思います。スタートで、ボーダーだけね若干チェックして、どれぐらいの、まあ、スコアでね S ランクが取れるのか見ていきましょう。まず A グループが580万。そんな高くないね。ただまあツムがツムだからね、これね厳しいよね。続いて B グループは、870万。はい。まあまあですね。今の時点で870万だったら、まあまあ伸びそうな気する。1000万ぐらいまでいくかもしんないね、これね。そして最後 C グループが690万ということで。これはまあ、そうね。まあ、新ツム持ってない人は辛いね、これね、きっとね。そんな高くはないけど、新ツムもそんな強いわけじゃないし、新ツム育ってないと辛そうですね。はい、ってことで、一応ね、ボーダーはチェックしたので、今のボーダーでどれぐらいでね、ギリギリ超えられるかっていうのを、ある程度把握しながらね、頭に入れながらプレイしたいと思います。では、順番に A、B、C、連続でプレイして、いかに早く終わらせるかですね。オール S ランク取るまでに、いかに早く終わらせることができるのか、やっていきたいと思います。はい、ということで最初のね使用するツムをセットしてきました。まあ、やっぱりペアツムでしょどう考えてもね。はい、でアイテムは、早く終わらせたいからタイムは使わない、スコア、ボム、そして54の3種類だけでやっていきたいと思います。でスタートボタンと一緒にストップウォッチを動かして、3プレイ連続プレイしてオール S ランクを何分でクリアできるのかですね、いきたいと思います。いきましょう、スタート。はい、始まりました。とりあえずね、このねマイク&サリー、あまりにも久しぶりに使うんでね、感覚はないです。あの新ツムの回復でまあプレイした時からやってないんじゃないかな、相当やってないと思うんですけど。ああ、珍しいね。サリーが先に溜まった。だいたいマイクが先に溜まるんですけどね。はい。で、スキル中にね、この重ね掛けで、スキルを使って消すことによって、おそらく結構スコアが伸びてくれるんじゃないかなと思います。でまあ、マイクが先にね、溜まりやすい。軽いんでね、溜まりやすいので、マイク単体で使ったりとかして、なんとかね、あの、スコアボムを、使って伸ばしたりとか、まあ、その辺ができればきっとね早めにクリアできるんじゃないかなと。 S ランクのボーダーはクリアできるんじゃないかなと思います。でスコアどれぐらいいけばいいんだろう。ボーダーがね600万ぐらいいけば確かクリアだったよね。だから僕のねレベル、プレイヤーレベルで言うと 27.5% ぐらいプラスになるらしいんですね。終わってるかな。で、プラス 10% のスコアで 37.5% ぐらい伸びるから、これ3割ぐらい足して600万。いや、いってるね。いってるはず。うん。暗算が間違ってなきゃいってるはずだから、このまま終わろう。多分ね、余裕あると思う。600は軽く超えると思う。OK。1プレイ目これ2分ぐらいで今。終わるぐらいのペースですね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいよ、いいよ、いいよ。
いいね、いいね。よし、700万。あ、全然もっと早く終わってよかった。はい、じゃあ次。次は、じゃあ、なんだっけ、魔女マレでいきます。魔女マレ。世話しない、世話しない。はい、魔女マレやっていきましょう。B グループのボーダーが900万ぐらい。900万ぐらいだよね。だから、900万いけばいいから、3割ぐらい。40%も引いたらダメだから3割ぐらい引いたスコアで多分650、60ちょっと足んないかな、まあ、700万ぐらいいけば多分安牌だと思いますんでそれぐらいですね、をやっていけばボーダス入って900万はいってくれると思う。700万か700万手前ぐらい、それぐらいだと思います。ちなみにですね、なんぼだっけな、あの前回の、スコチャレ、スターウォーズやった時のスコチャレもこういうねタイムアタックリアルタイムアタック RTA で頑張ったんですけども、その時のスコアがですね確かね8分26秒、メモで言うと21、8分26秒21っていう記録だったので、それを、できれば超えたい、自己ベストを出していきたいと思います。だから7分台ぐらいいけるとめちゃくちゃいいよね。7分台を目指していこう。だから1プレー2分台で頑張りたいと思います。だからこの魔女マレも、さっきの1プレー目が2分ぐらいで終わったから、4分遅くても4分半とかで終わりたい。そこはもうね、あ、まだまだだね、まだまだ。ただまあ、今500超えたから、あと100ぐらい、あ、違うな、150から100、分かんない、もう分かんない、暗算できない、プレイしながらの暗算ができない。700ぐらいだっけ、700ぐらいいけば全然安牌だっていう話だから、もうちょっとやろう、なんかもう調整しつつで、何やかんやタイムボム出てんな、おい、こういう時出なくていいんだよ、もう一回か、ちょっと調整がむずいんだけど、あまりやりすぎると時間が伸びてフィーバー回数が増えちゃうんであんまりやりたくないんですけれども、これが終わって、700ぐらいいいでしょう、大丈夫だね。余裕を持っての、900万いけるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。あ、結構時間かかっちゃったな。魔女まで3分ぐらいちょっとかかっちゃった。あー、もうちょっと早くプレイしとけばよかった。大丈夫だね。安牌です。ランク OK。 よし、ラストいきましょう。ラストは少年くんでいきます。少年くんにして、ジャイロオンにして、いきます。時間がない。3分以内、2分半ぐらいで終わらしたい。頼むよ少年くん。魔女マレがちょっとね手こずっちゃったから、この少年くんで回避じゃない。少しでもね、時間を振り戻していきたい。ボーダーが、700万ぐらいいけば大丈夫。600万だったよね。600万点台だったから、700万いけばセーフだから、700万から、だいたいね、3割ぐらい引いたのが多分、ボーダーラインぐらいになるんじゃないかなと思うから、3割ぐらい引いて、あー、なんでこういう時に限ってタイムボムが出るんだよ。タイムボム出たらさ、ロスなんだから。いつもさ、少年くんの時タイムボムなんてほぼ出ないのに、なんでこういう時に限って出るんでしょうかね。私は今このプレイではタイムボムは全くもって不利にしかならないんでね、出てほしくないんですけれども、700からちょっと3割4割ぐらい引いて、500だと足んないか、520ぐらいかな、510から20ぐらいかな、多分500だと足りないぐらいのイメージだと思うから、暗算が間違ってなければね、それぐらいじゃないかなと思いますよ。今300いった、300いったから、もうちょっとね、30秒ぐらいもしかしたら残せるかもしれない、30秒ぐらいも放置で、いけるかもしれない。
そうなると、もう少し、しっかり落ち着いてね、計算して間違いないかね、ちょっと足りなかったら最後プレイしたりとかして、調整かけていきたいと思います。もう7分になってますよ。7分になってますよ。7分台で終わりたいんですよね。だから、この辺でもう終わらせたいんですけれども、とりあえず500に乗せよう。とりあえず500に乗せてからもう一回、頭の中で安泰していきたいと思います。この人チェーンが終われば多分500いくよね。500いくと思う。500いったらちょっと一回計算しましょうね。もうわかんない。もうプレイに集中は全くできませんが、これで、フィーバー終わって、532で、37.5% ぐらい増えるはずだから、700ぐらいいけるはず。大丈夫でしょう。これにかけます。これで S ランクいかなかったらもう最悪、もうやり直しになりますからね。やばい、8分いきそう、早く終わって、ランクは S ランク。 OK、 ストップ。やりました。7分台出ました。はい、ということで、とりあえず私のこちらスコアチャレンジリアルタイムアタック、今回もやってみましたが、自己ベストついに出ました。7分57秒61、やりました。前回も言ったと思うんですけども、このタイムが早いか遅いかは知らん。誰もやんないから、うん、一人だから、競技人口一人だから。はい、ということで、とりあえずですね、魔女までちょっと失敗しちゃったんで、あわよくはもう30秒とか、縮められるんじゃないかなと思うんですけれども、まあまたね、次のスコアチャレンジの時には頑張りたいと思います。何の意味もなさないリアルタイムアタックやってみました。少しでもね、楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ホミーヒルフィガーでした。したっけ。